おはようございます。おはようございます。はい、斉藤です。はい。はい、本日キャンプ赤池に来ております。はい。赤池の営業日が今日最終日ということで、うん、シーズンオフになっちゃうんだよね。早いですね。早いよね。うん、そっから多分春までオフになるんだけど、で今日の動画はキャンプの動画ではなくて購入品をご紹介したいということで撮っております。ちょっと変なものを買ってきてしまったので皆さんに動画でご紹介しようかなと思っております。はい、はい、さあちょっとその組み立てっていうか展開が必要なものなんで、うん、ちょっとその工程とかも一緒に見ていただきたいなと思っておりますので、はい、早速見ていただきたいと思います見ていただきたい、はい、お願いします。お願いします。なんですぐぐるぐるぐるって入ってくるの。お疲れ、お疲れ、お疲れ。今日こんな感じで赤池、赤池の雰囲気いいよね、うん、樹海の雰囲気ね、うん、こういう感じですよ。こっちが樹海です。ということでハルピンさん、はい、購入したものこちらです。どうぞ。はい、でん出ました。こちらです。こちらなんですよ。こちらキャンピングトレーラーっていう一応部類には入るんですけど、僕の中ではトレーラーテントだと思ってて、うん、まあ実際そうなんだよね、うん、要はテントです、ね、今こんなちっちゃいからさ、はい、ボートみたいになってるから、ね、うん、なんだかわかんないよねこれだと。コールマンのステッカーが貼ってあってコールマンなんですよ ね、テントがね。で多分このボディは、うん、このボディはこのフリートウッドっていう、うん、メーカーさんなんですよ、はい、でこのタオス、タロス、タオスっていう名前のテントですね、はい、もう20年ぐらい前のトレーラーなんですけど、ヤフオクでちょっとだいぶ安く出てたんで、うん、ちょっと買ってしまいました。もうヴィンテージトレーラーなんで中がね綺麗かって言われるともう正直ボロボロな部分は多いんですけど、そうですね、はい、ちょっとこう汚れてたりとか、はい、で実はね昨日とかで試し張りはもうしているので、うん、今日はちょっとご紹介っていう形で展開だけしてみようかなと思っております。はい、はい、でもね広さは広くてね、そう使いやすかったよね、うん、うん、立って作業ができるし、うん、煮込めりにとってもすごい広くて、うん、動きやすいし、そうそう、これを持っていけばキャンプ場で仕事も快適にできるかなみたいな、そうですね、っていうふうに思ってるんですけど、トレーラーに興味はあったんだけども、なんせこのコールマンっていうのがもうグサってなって、うん、ヴィンテージテントになるっていうのもグサってなって、うん、値段もね、まあ僕らはそのキャンピングトレーラーなんて買えないので、買えない何百万じゃないですか、そんな全然、うん、これはね全然ですから、全然で びっくりしてる、ね、はい、うん十万で買えるものですから、そう、まあそれもねだいぶ安くなっての話なんだけどね。で一応ねサムネイルの方にも出てるかと思うんですけど、これが展開します、変な形になります、ここから、はい、さらにこういう感じになるそう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 でここで引っ張るという感じなんですよこれ、うん、引っ張ってチェビ側はねこれです、はい、でガス管とかついてて、ここにバッテリーが入ってるんだけどこれは使えません、壊れてもう終わっちゃってます。でスペアタイヤ、それから上は一応キャリア、うん、まあちょっと耐荷重わかんないんでゴミとか載せる感じかな、うん、ボックスにゴミとか入れて持って帰るみたいな感じ、うん、で後ろがこんな感じで結構幅があります、CB ぐらいあるよね、そう2メーターぐらい幅があるんで、まあ、それがちょっと特殊かな、この幅の関係でちょっと大きくは見えるんだけど、うん、実際はすごいちっちゃいです。こっちもなんか正方形みたいな短いんだよね、2メーター3メーターぐらいなのかな、ここにオーニングもついてます、そうここにオーニングつけてぶら下がってます、はい、はい、でこっちは、ここに外部電源があるんですよこれ、うん、外部電源があるんで、まあ、今日はね電源サイトじゃないんで、はい、ポータブル電源から撮ってるんですけど、うん、でここはなんか壊れてますちょっと多分こうもめくれてる、そう引っ掛けたのかなんか溶けたのかわかんないんですけど、最初からこれでした。ということでこのタオス
タオスケ。タオスケ。はい。じゃあ今日からタオスケで。タオスケを展開していきたいと思います。どんな風にこうやってなるのか。はい。やっていきます。ニコちゃん。に待っててね。網戸閉めておこうか。ではまずここのロックを外します。はい、そうそうそう。それ4箇所あるんで。はい。はい。はい。そしたら後ろのハンドルでですね、はい、時計回りに回すと屋根が持ち上がっていくはずです。頑張れ。頑張れ。硬いよね。結構重いです。あ、上がってきた、上がってきた、上がってきたよ。よし。カチ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 って言わなくなるんで。そうなんですね。なるほど。ここが伸びてくるんだね、これがね、柱が、うん、あれ？あ、終わったかな、うん、あ、終わりました、うん、あ、おー、やばい。あ、あった。はい、で、変わろうか、うん、選手交代です。で、うん、もうここ、足は出して あったんで、今はい、これ ここ、ね、ここ足出してあります。4本、4本、うん、はい、まあ、気休めだと思うんですけど。曲がってるけど、うん、はい、で、ここがほいスライドします。ほういきます。おお、出た。ここまでで、これをはいかぶせます。ここ、こんな感じで、ここ下にね、ロックが、うん、この紐をね、引っ掛けるとこあるんだけど、はい、まあ、今日あ、これね、これ。まあ今日はいいや。はい。もうちょっとピンと。そうね。貼れます。こうかぶせる感じで。はい。で、反対も同じ。はい。いきます。よっ。よっ。これも硬い。硬いね。よいしょ。えい。アリも出てきた。巻き込んでしまってたのか。かぶせます。はい。はい、はい、下に支えがこれで支えをつける。4箇所、はい、よいしょ、はい、よし、うん、こんな感じで。ちょっと遠くから。はい、開かれました。開かれます。富士山みたいな形。大丈夫ですか。ほくりっぽい。ここ足、はい、中に柱があって、うん、これ中なんですけど、中の柱も立ち上げます。これポール、うん、ポールを入れます。はい、反対も一緒。ポールを突っ張ってね、入れます。はい、突っ張って入れます。両サイド、うん、ベッドになってるって感じです。もうこっちとこっちがね、色違うけど。さあ、これは裏表の話で、うん、裏がペットとかに使える防水タイプ、うん、はい、こっちが就寝タイプみたいな、うんうん、だこっちが自分たち寝る場所で、はい、こっちは煮込めりとか荷物とか置いたりする場所って感じにしてたんだよね、昨日。はい、でドアが来るんだけど、はい、
ドアが上についてて、こんな感じでドア外し外すと、うわ、あれ外に出た。ちょ、こうか。考えた人がすごい。扉になりました。で、ここ今ついてないんですけど、マジックテープでこの生地とこの扉をくっつけていきます。こんな感じで。そうだね、ピシッと、はい、これで OK。 うん、そうするとここに一応ドアができるという感じで、はい、うん、でもここドアですけどあのここはマジックテープなんで、うん、あの防犯性とかはないですね。入れますねだから貴重品は置けません。そうですね。で、ちょっとドア持ってもらって、ここ展開します。はい、これがシンクとコンロ、うん、よっ、よいしょ。ガンダムやん。これでこれは展開すると外部電源がオンになるんで。あ、つきましたね。ライトがつくと。これでキッチンが完成。一応シンクとここにここにガスコンロって感じですね。でテストしたら一応ガスは使えた。はい、はい、で水はそこのタンク、うん、下のタンクに、下かな、下のタンクにきれいな水を入れれば使えるんだけど、うん、なんか排水が外なんだよね、うん、ちょっと今のところ分かんないんで使ってないです。はい、うん、ここはね使いました。使えたよね、うん、この辺とかは、あ、でも配管が通ってると。はい、これなんかこれサーキュレーターが入ってますね。呼び込みくんみたいな確かにはい、ここはよ、ここシューズボックスみたいに使うんかな。ね、トレーを置けば、うん、靴を置けそう。あとここに消火器もあります。はい、こういうなんかちょっと至る所破れてたりしますが、うん、で最後が、はい、ここ、うん、これが一応テーブルになるっていうかダイニングになるんで、よいしょ、よっ、大きいテーブルですね。ね、うん、おお、結構重い。これを戻す。背もたれ。背もたれ。戻すと。戻して背もたれ。はい。はい。これでダイニングが完成。イエーイ。はい。あ、でもこれ終わりだね。終わりです。で、ここが窓でアクリルに。うん、なってるんで冬でも窓が使える。これ、うん、ビニールみたいなやつ、うん、こことここがアクリル窓だから、うん、はい、まあ、冬でも一応、うん、見える窓って感じかな。そうだね。残りはメッシュなんで、うん、うん、めっちゃ風通しよし。アクリルの開放感あります。こちら、あ、すごい、初めて全開した。ずっと雨だったんでね、やっと晴れたんでこの開放感を今初めて味わっております。すごい、やっぱすごいね、全部メッシュになるとね。よいしょ、明るい。明るいね。うん、それとこっちも、すごい。あ、これはすごいっすね。あ、これ夏にも涼しいな。あ、夏でも良かったね、これは。うん、あ、なんか虫が現れた。現れた。蛾みたいな。
カーテンもさ至る所についててさ可愛いですよね、うん、こういうね、うん、あのベッドルーム仕切るカーテンとかそうついてるし、このレトロな感じの色味のグリーンとレースとあのキクラゲカーテン、キクラゲのようなヒダヒダしたカーテンがついてます、はい、ここないね、そこだけなくてなんか閉まってあった1本、あ、そうなんだ、うん、じゃあ全部ある取れちゃったんじゃない、うん、ハルピン寝るときは昼寝したいと、はい、ちょっとごめんちょっと寝させてくれもう眠いからさ、じゃあ吉野さん、おやすみ。何分コースですか？マッサージ屋じゃん、もう接骨院のカーテンじゃん。おはようもうすごいよ、でもこの仕切りがあるとさ、ちょっと食べててもさ、うん、仕事しててもさ、寝る人とのこの境が、うん、そうですね、あると、わあ、これクッションも結構やばい、クッションも全然十分だったよね、十分爆睡しました、うん、風やばいね、風通しやばい、気持ちいい。さらにここのアクリルのところもメッシュにはなるから、フルメッシュになるし、扉もメッシュになるもんね、うん、感じで、うん、なんかもうちょっと黄ばんでおります、黄ばんでおります、はい、でここ、ここが、あー涼しい、ここちょっと不便じゃない、そこ狭いよね、そう、だからこっちの椅子ね、すごい座りづらいです、あ、はい、焼きました、これが全開、もう外ですライトもさ、オレンジっぽくて可愛いですね、これね、テーブルがさ、こっちに寄せちゃった方がさ、もうここの椅子を物置にしちゃって、2人だったらね、そう、こっち使わないでこっちだけで、うん、いいんじゃないかなっていう、でこう仕事したり、うん、一応あとここ下に FF ヒーターって要は暖房がついてたんですけど、うん、なんかね動かないんで、ちょっと使い方わかんないんでやめとこうかなと思います。コンセントもあるよね、あ、そう、外部電源を挿したんで、うん、こういうところにコンセントがあったり、うん、ハルピンの下にもコンセントがあるし、そこ、うん、もうさ、お家みたいに不便なく使えるよね、うん、まあそれは多少水道をね今通してないからとかはあるんだけど、うん、処理もしなきゃいけないから、うん、私たちの場合は、まあ、キャンプ場が多いし水場は使って火とかがここで全部できて電気も全部ついてっていうのがありがたい、うん、あ、タロちゃんあと洗面台ついてるじゃん、洗面台じゃないですよ、洗面できないでしょあ、そっか、なんていうの、化粧台これね、そう、化粧台、よいしょ、はい、鏡です、でも棚もついてるから。あ、これね、はい。昭和。かわいいじゃん。あとこの中についてたんだけど、はい。これがこの車体の外に取り付けられるガス台です。外用コンロね。そう。いやー、これで樹海を見ながら、うん、仕事ができます。ここに座って。ちょうど今日はね、レイトチェックアウトにしてて、うん、今ダラダラ。撤収してたんですけど、こういう感じで一日で、ね、仕事してから帰るとか、うん、そういうこともできちゃうよね、これがあると、じゃあすごい景色、最高ですね、最高、こんな目覚め最高じゃない、うん、いやなんかこのアメリカンレトロな世界ってずっとインスタとかさ、うん、いろんな映画とかさ、いろいろ見ててさ、いいな、かっこいいなって、こうポンって自然に出てくるこういうシーンとか、うん、あ、いいなってずっと思ってたから、結構こう内装とかをちょこちょこさ貼ったりとかカーテン変えたりしてる映像とかも見たんだけど、うん、なんかとりあえず一旦この純正の状態で楽しみたいなって思いました、うん、かわいいよね、ね、この世界観、うん、なんかこうテントっていうのがいいかなって思う、そうね、うん、はい、そんな感じでございます。エグジットってあそこに書いてあるってことはさ、出口、うん、なんかそっから出れんのかな、あ、取れるんだ、あ、取れますね、なんか扉が開かなくなったりしたら、あ、ここから出れます、あ、そうなんだ、そういうことね、外れるんだ、緊急脱出ですね、うん、すごいね、そんなところまで考えられて、いや
なんかさ、思ったほどさ、汚れとか黒じみとかはあるけどさ、思ったほど汚いっていうことはなくない？汚いってことはないんですけど、ここはこういうなんかシームみたいなのが、ちょっと取れてきてるんで、うんうんうん、そう、最初何このなんかフケみたいな白いのとか言ってたんだけど、ポロポロ剥がれてるんだよね、それが、まあ、そこがちょっとボロなんですよ、うん、だから上はレザーっぽくなってて、うん、雨平気そうなんだけど、横はコットンなんで、うん、多分こう横に思いっきり雨が来るとちょっと心配な部分はある。で、土砂降りだったじゃん、試し張りした時、うん、の時も平気ではあったんだけど、ちょっとこの辺結露してたよね。してた。水滴みたいのついちゃって中から拭いたんですけど、まあそれはやっぱりね、あくまでもテントなんでしょうがないかなと思いますけど、うん、そんな感じです。はい、はい、でも快適よ。かわいいし快適。ちょっとこう角度ついてるから、うん、意外とねここには雨降ってこないし。そうなんだよね、うん、ちょっとだから湿気の時期とかもこもりたくないじゃん、うん、空気を、うん、上だけ開けといても雨水が吹きかけてくるっていう感じではなかったよね、うん、そうね。カスタムしたいなとしたらこういうところに、うん、なんかラグ敷いたり。そうだね、この辺ね、うん、ラグを敷いたり、あと椅子の柄がダサいんで、ちょっとこれは私もあんまり、うん、椅子の柄、うん、テーブルの柄がダサいんで、うん、これをもうちょっとこうなんか木の、うん、ウッド調のなんかシートとか貼りたいなって思うのと、あとそっちの台もね、ここでしょ、そう、ウッド調にしたいなとかっていうぐらいかな。そうですね、うん、なんかね、このグリーンは結構好き。あのレトロは残す。タロちゃんこのキクラゲ嫌だって言うんだけど、私は結構好きなんだよね。ヒラヒラしてる感じがいいですか、このヒラヒラっていうか、なんかこうないから、うん、こっちであんまり見ないっていうか、うん、柄もせっかくこう数少ないこのトレーラーの純正のデザインをちょっと残しておきたいっていう感じです。飽きたら柄って書いてもいいかもしれない。まだこれを楽しみたいテント紹介でしたちょっと外行きましょう。はい、外からこんな感じです。不思議な形はい、こんな感じでキャンプができるよっていうやつですね、はい、ここもつくよね。うん、電気、ここもなんかだいぶレトロなアンバーの電気がつきます。はい、ここにつくんだよね、ガス台が。そう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 、そこでもキッチンがつけられるんで、はい、こんな感じでちょっと新しいスタイルのキャンプにもチャレンジしようかということで、はい、買ってみました。置く場所はね、ちょっと庭に置ければいいんですけど、うん、もし庭に置けなければ、ちょっとうちは田舎の方で駐車場安いからどっか借りようかなと思うんだけど、はい、はい、こんな感じでタオス、タロス、タオスって、タオスケです。タオスケご紹介しました。はい、近い、はい、ということでですね、はい、今回はちょっとこのキャンピングトレーラータオス、コールマンの、まあ、もうヴィンテージコールマンよね、うん、20年ぐらい前のやつなんで、もっと前かな、20何年ちょっと前になるんですけど、たまたま本当にヤフオクで格安で、びっくりするぐらい安いから、さすがにそのテントとかよりは高いですよ。だけどトレーラーとかって考えるとすごい安く買えたんで、またちょっとこう、でこれは牽引免許もいらないタイプなんで、ちょっとね牽引の練習だったりとか、もし将来的にキャンピングトレーラーっていう選択はどうなのかなっていうのをちょっと体験するきっかけにもなったんで、ちょっと買ったんですけど、まあこれはスタイルがね変わったら売りに出す可能性もありますけど、ヴィンテージだから、うん、本当に日本に全然出てないんですよ、うん、だからこうなんだろうな、プレミア的な価値があるものなんで、今回ちょっと落札したんですけど、ちょっとこれを使ってキャンプのねスタイルもやってみたいなと思っております。はい、で僕らはねちょっとそのがっちりしたキャンピングトレーラーってやっぱ買えないし、でも買えないんだけど、やっぱり遠出をした時に長期旅っていうの増えてきたじゃん、でそういう中でやっぱりでも仕事もしながら動かなきゃいけないとなると、シェビーでも狭いというか、やっぱ仕事はねしづらいなとか、寝るにはね問題ないんだけどねってなってたんで、これを使ってちょっと遠くまで行って拠点をね作って、ここの中で、生活をするみたいな、うん、
イメージでちょっとキャンプやってみたいなと思います。はい、なんかキャンプ場にね、例えば1週間住むみたいな、あ、やりたい、そういうのがね、これがあるとできるかなと思うんで、はい、そういうのにチャレンジしたいなと思っております。はい、でちょっともうこんなの見たことないと思うんですよ。俺もなんか調べて初めて知ったから、それで 見してもらって、私も何これって何これってなってテントじゃんみたいなね、すごい、うん、でもやっぱその面白い珍しいっていうのにすごいこうワクワクするのが2人がすごく一致したから、値段も見てね、はい、そうちょっとチャレンジしてみようっていうことになりました。はい、はい、あとはキャンピングトレーラーっていろいろね、動く分には不便というデメリットもあると思うんで、ちょこちょこね動けないとかもあるじゃん、うん、だからそんな頻繁に登場するってこともないかもしれないんですけど、頑張って使っていきたいなと思っております。はい、はい、今後ちょっとこれを使ったキャンプスタイルやってみたいなと思いますので、チャンネル登録の方もしといていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。今日はこれができる。どういうこと、どういうこと。だから、うん、人がいっぱいいたりしたら、うん、できないじゃん、大きい声で。あ、そうで。今日はね、もう全然いないから、さよなりってできるじゃん。ありがとうございました。いやー、楽しみだな。2個目にも絶対嬉しいよね。そうね。